ガラパゴス諸島、ガラパゴス諸島、ガラパゴス諸島は東太平洋上の赤道下にあるエクアドル領の諸島。アイラスゴラッポゴスはゾウガメの島という意味でスペイン語でゾウガメを意味するゴラッポ語から来ている。正式名称はコロン諸島でコロンブスの群島を意味する。行政面ではガラパゴス県にある。125,124人が居住し、 主要言語はスペイン語。エクアドル本土より西約9 0 0トルにあり、大小多くの島と岩礁からなる。現在、ガラパゴスの123の島に名前がついている。最も北のと南のエスパニョラ島の間は2 2 0トル、離れている。最大のイソベラ島は面積4588平方キロメートル、島内のウォルフ火山は 海抜1707メートルである。500から1000万年前の火山活動、ホットスポットの活動でできた諸島で、現在も火山活動が続いており、2009年4月にフェルナンディナ島で噴火した。ガラパゴス諸島の島々は、現在のフェルナンディナ島に位置するホットスポットの火山活動によって、代々形成されたと考えられている。 ガラバゴス諸島を一帯に位置するプレートの一つであるナスカプレートが年間数センチメートルずつ南東へ移動しているため形成された島々も南東に移動している南東側から西に向かって順に新しい島になっており現存する島ではエスパニョラ島が最も古く今から300から500万年ほど前に誕生したとされている西側の島ほど噴火活動が活発で 東に行くほど火山活動は小さい。古い島は島を構成する岩石が古く侵食が進んでおり、そのうち海に沈むと考えられている。19の主な島と小さな島や岩礁からなる。たなど、この島々が人間に発見されたのは1535年であるとされる。スペイン人の死教が同国による侵略により得たインカ帝国内の領地へ、 伝道師として向かう、航海の途中、偶然に発見した。ただしハイエルダールなどはそれ以前に、インカ人などが訪れていたと論じ、実際に壺に当たる土器なども発掘している。しかし少なくとも、永続的に定住はしていなかったようで、蒸気発見の時には、無人島であった。その後ガラパゴス諸島は、スペイン船の金などの積載物を狙う海賊の隠れ家として利用され、 海賊の中には地図を作ったり、島を命名した者もいた。海賊は食料のヤギを島に放した。愛好会時代には、捕鯨船によるゾウガメの捕食やヤギの繁殖が起こり、1832年にエクアドルが領有を宣言すると、次々と入植されていった。やがて航空路や横断道路が建設されると欧米を中心に観光客が訪れるようになり、 環境破壊も深刻になった。今では、ダーウィン研究所や国立公園管理事務所の設置、世界遺産への登録、観光客に対するナチュラリストガイド制度などの厳重な自然保護対策を講じている。観光客は足元を洗ってからでないと上陸させないほどの保護体制をとっているが、未だ存在する入植されたヤギや近年のエルニーニョ現象など問題もある。 また、海洋保護区でのサメの密漁も問題になっている。ナショナルジオグラフィックの報道によれば、アジア向けのフカヒレと肉を目的とした密漁が続いているという。一例として、2017年8月に打破された中国の密漁船からは絶滅危惧種を含めて数千匹のサメが押収された。この密漁船の追跡に参加していた海洋生物学者のペラーヨサリーナスによれば、 前代未聞で、ガラパゴス史上最多だという。ガラパゴス諸島は、いわゆる海洋島であり、大陸と陸続きになった歴史を持たない。そのような島では、在来の生物は飛来したか、海を渡って漂着したもの,の子孫に限られる。また、多くの固有種が見られることが多い。ここの場合もそれが顕著で、大部分の生物は、南アメリカ大陸に羊があるとされるが、 非常に多くの固有種がある。また、哺乳類と両生類を書くなど、生物症には、はっきりした歪みがあり、その代わりに生存する種群には適応放散が、著しい。特にゾウガメがこの島の名の由来になったように、大型の爬虫類が、地上の動物症で、大きな役割を果たしているのが目を引く。また、このような経過から、 得意な生物種を持つ当初のことを、のガラパゴスと呼ぶことがある。日本では、琉球列島や小笠原諸島がそう呼ばれるが、琉球列島はかつて大陸や日本列島と陸続きで、そこから侵入した生物種が元になっている。点、海洋島へ漂着した生物を起源とするガラパゴスの、それとは、性格が異なる。したがって、その意味では、小笠原をこう呼ぶ方が、 理にかなっているる。と言える最近の調査では、ウミイグアナとガラパゴスリクイングアナの共存関係が崩れ出し、ウミイグアナとガラパゴスリクイングアナの交尾によって生まれた子供は両方の遺伝子を持ち、ガラパゴスリクイングアナにはない鋭い爪が生えている。これをハイブリッドイグアナと呼ぶが繁殖力はない。また前期にあるエルニーニョ現象の影響で、 体長が25%も短いイグアナが発見され、問題視されている。各大陸とは隔絶された、独自の進化を遂げた固有種が多く存在する。天敵になるような大型の陸性哺乳類が存在しない。その他の鳥類は、ガラパゴス諸島の野鳥一覧を参照。チャールズ・ダーウィンが測量船ビークル号に乗船し、 シンカロンの着想を得ることになった航海で訪れたことは有名である。ダーウィンは航海の後半、1835年9月15日から10月20日まで滞在した。その間ビーグル号は初めて諸島の地理調査を精密に行った。当時の記録は彼のビーグル号航海記で読むことができる。英名チャタム、チャールズ、オーグマール、 ジェームズなどの島々で観察した動物賞は南米での調査の経験とともに進化論のヒントとなった。航海で最も印象に残ったことの一つとしてガラパゴス諸島の動植物が南米のものによく似ていることを挙げている。そして諸島滞在時には気づいていなかったがイギリスに帰国後生物の種とは当時信じられていたような普遍のもので湧く。 変化しうるのではないかと考えるようになった。島には彼を記念した研究所、チャールズ・ダーウィン研究所が1964年に開設され、現在でも野生生物の保護、調査に当たっている。1978年に世界遺産、自然遺産として登録された。2001年にはガラパゴス海洋保護区も含めた登録となった。 1990年代以降の急速な観光地化、それに伴う人口の急増により、直接的な環境汚染や拡乱、外来生物の繁殖、横行する密漁など多くの問題が持ち上がっている。これらに対して有効な対策を講じられていないと判断され、2007年6月、危機遺産リストに登録された。しかし、 その後のエクアドル当局の取り組みが評価され、2010年の第34回世界遺産委員会で危機遺産リストから除去された。ガラバゴス諸島の中野のポストオフィス1には無人の郵便局が存在する。郵便局とは名ばかりで木製のポストが置いてある簡素な郵便局であり、手紙を回収に来る郵便局員もいない。海賊船の時代が終わり、 捕鯨船の時代に入った18世紀末頃、設置されたとされ、船乗りたちがこのビーチに樽を置いて、郵便を投函しておくと、立ち寄った別の船が、時刻宛の郵便があれば持ち帰って来てくれた習慣に、湾の名前は由来している。今でも、観光客が真似てこの郵便局に手紙を残し、残した数だけ時刻宛の手紙を探して持ち帰り、帰国した際に切手を貼って送る慣習になっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。